コツメカワウソは、哺乳香食肉目いたチカツメナシカワウソ属に分類される食肉類。インド、インドネシア、カンボジア、タイ王国、中華人民共和国南部、ネパール、バングラデシュ、フィリピン、ブータンベ、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス。シンガポールや香港では絶滅したと考えられている。模式標本の産地はジャワ。 東道四41から6 4トル、尾長二25から3 5トル、体高2 0トル、体重2.7から5 4キログラム。背面は肺褐色や薄黒褐色で、喉は白や開白色。種小名は、ラテン語で、肺のいがあるジナーに由来し、本種の毛色に由来する。指跡には、非常に小型の爪がある。 足幅は狭く、水かきは指跡の最後の関節まで達する。染色体数は 2n イコール38。本種のみでコツメカワウソ属アンブルニックスを構成する説もある。1998年に発表されたイタチカ17種の最有法を用いたミトコンドリア DNA のシトクロム B の分子系統解析では、爪なしカワウソ類とは500万年前に分岐したという。 解析結果が得られている。以下の亜種の分類、分布は、サ斎ーラに従う。飼育下では、ビロードカワウソ登属艦シュを形成した例が、報告されている。標高2000メートル以下にある、河川や沼地、海岸、マングローブ林、水田などに生息する。マレー半島では、ビロードカワウソが、湖や池に、主に生息するのに対し本種は消火税や渓流。 東南アジアでは、スマトラカワウソが利用しない水田などの小規模な水場を利用する。中高生であるが、水田などの人間の多い環境では夜間に活動する。他の動物が放棄した巣や、植生の深い場所などを利用して休む。家族群を形成し生活する。ペアは、長期的に持続し、メスが優位に立つ。12種類以上の鳴き声を使い分けていると考えられている。 他のカワウソ類と比較すると、水中よりも、陸上で過ごすことが多い。甲殻類、貝類、昆虫、魚類、爬虫類などを食べる。同所的に分布する、スマトラカワウソやビロードカワウソユーラシアカワウソと比較すると、本種は主に甲殻類を食べる。主に浅い水辺で狩りを行い、前足で泥や石の下を掘って、獲物を探る。繁殖様式は耐性。 終年繁殖し、発情間隔は24から30日。発情期間は3日間。妊娠期間は60から64日。1回に1から6頭の幼獣を産み、年に2回繁殖することもある。授乳期間は2ヶ月半から3ヶ月。幼獣は生後40日で開眼し、生後9週間で泳げるようになる。生後2から3年で生成熟する。 飼育下での寿命は15年に達することもある。マレーシアでは飼い慣らされた本種が漁業に利用されることもある。水田を荒らす害獣とみなされることもある。農地開発や森林伐採による生息地の破壊や水質を抱く及びそれらによる獲物の減少、毛皮用の狩猟などにより生息数は減少している。生息地では保護の対象とされ口述するように、 国際的な小取引は規制されているが、密漁、密輸が横行していると考えられている。1977年にカワウソ赤単位でワシントン条約付属書2に2019年にワシントン条約付属書 i に掲載されている。ありがとうございます。